はい、皆さんこんにちは、マネルギルビジです。では今回は銀河エール伝説 4EX、続きをやっていきたいと思います。いよいよ、本格的な帝国領侵攻作戦が進んでいるんですけども、まず敵味方の、ね、艦隊の状況を確認していきましょう。まず同盟軍のなんですが、いくつかの艦隊が、ね、やられてしまっているという現状もあって、今ご覧の艦隊です。でそのうちまともに稼働できる艦隊はより少ないという状況になっています。なので、残存兵力をですね、一度このシャンタウ政権に集結させて、このシャンタウ政権からトラバハ、ここを経由して、オーディンを目指していこうというふうに考えています。で一方帝国軍の方の艦隊、こちらは逆にですね、数は整えてきています。まあ、ただね、提督の質を、まあ、考えた場合は、まともに戦える艦隊というのは、まず連年艦部、さらに、メルカッツ、そして、ケンプと、こういうところになろうかと思うんですけども、他のね、例えばオフレッサーとか、あるいはシャフトとか、この辺はね、取るに足らない存在なのかなというふうに思っています。では、まずは艦隊をシャンタウに集結させていきましょう。まあ、このシャンタウ政権にね、艦隊を集結させて、その後にね、オーディンを目指すという内容で進めていきたいので、できるだけ戦力をね、かき集めておきましょう。特に注意しなきゃいけないのがね、まともな艦隊編成になっていない消耗しきっている艦隊を集結させてもあまり意味はないので、しっかりと戦力になっているところをですね、集結させていくというのが重要になるかなと思います。おアルサレムが大将に昇進ですね。おそしてウランフが元帥になってますね。マジか。パトリチェフが準将。ホークがついに少将か。こうなってくると、ホークもね、艦隊の司令官になれますからね。モートンが中将ですね。となると、イゼルローンに戻った艦隊なんですが、これらって結局、イゼルローンでは十分な艦隊の再編、補充ができないという結果に、まあ、ご覧の通りなっているので、イゼルローンの駐留艦隊を一度その任を解きましょう。イゼルローンに置いておいても彼らの艦隊が回復することはないので、一度バーラトにハイヌセンに戻ってもらいます。そこでね、艦隊をしっかり鍛えてきてもらいたいというところでしょうかね。であとは艦隊の幕僚なんですけども、ウランフのところの、モートンが中将になってましたよね。チェンじゃなくてウランフじゃない、ちょっと待ってくださいね。そうするとアルサレム、そうだね、アルサレムの ところのモートンを一度解任して艦隊の司令官として、当てがっていきましょうか。では時間を進めます。シャンタウ政権に急いで艦隊をね、出してあげなきゃいけないんですけど、今ヤン一人で頑張ってるっていう状態なんで、これをなんとかね、早め早めに増援を出してあげたいところになります。ホルゲン政権に艦隊出す必要はないでしょう。ホルゲンというのはここですね。ここに艦隊を出す必要はない。今だと最短ルートで行くとフレイヤ政権、でバルハラオーディンなんですけど、フレイヤ政権は前回、プレイした通りですね、ベンデンベルク要塞があってこれを攻略するのが難しかったので、これはね、放置迂回するというところから、次の作戦目標はあくまでもトラバハになります。
シャンタウニシトレグリーンヒルチュンアッテンボローラップという艦隊ですね。おアッテンボローに、うん、シャンタウニアッテンボローが戻ってきてくれましたね。これでヤンがいなくなっているので、ヤンがね、戻ってくれればバーラドにハイネ戦で、艦隊を補充できるというところですかね。あビュコックがシャンタウの全軍撤退を打診してきてますけど、これは却下だな。あくまでもシャンタウは守らなきゃいけない政権なんで。ヤンとロボスがハイネ戦に戻るのはまだちょっとだいぶ先ですね。ウランをビレンシュタインに入れるっていうの、それはさちょっと今じゃないんだよね。うわシャンタウが敵の大軍に囲まれてるな。バエッタも念願の大将ですね。バエッタは原作のね一つ目の中で、まあ、アスターテ政権の回戦があると思うんですけど、そこでヤンの上司だったパエッタ中将なんですが、ここで大将に昇進。さてではシャンタウ政権の中身見ると、敵艦隊エルハラッハ、メルカッツ、ケンプ、メルカッツとケンプが強力だな。このシャンタウで一進一退になりそうですね。ではビレンシュタインなんですけども、ここの艦隊駐留ウランフを解きます。この200隻だけで駐留しても意味がないので、でバーラトの方には艦隊パエッタが戻ってきているので、パエッタを派遣します。でパラパラ派遣するのもちょっと、まあ、正直言って微妙ではあるんですが、ここにパエッタを出撃させていきます。またビレンシュタインに誰かを艦隊駐留させようとしてたね。ビレンシュタインにヤンか、いやーほんと微妙なことしてくれるな。これで、大規模な艦隊がねハイネ戦に戻ってきているので、一つ作戦をね本格的に発行できます。ただビレンシュタインにいるヤンはボロボロなので解除。あと艦隊駐留でいうとイゼルローンにいるのが、今だと誰もいない、大丈夫だね。じゃあ改めて艦隊を出撃させていきましょう。シャンタウ星系です。ここにルフェーブル、うわルフェーブルはまだランテマリオだな。アップルトン、ここもまだ、誰が戻ったのじゃあ。誰も戻ってない疑惑だな。普通に壊滅した艦隊の生き残りがいたというだけ。では第4艦隊、ああそうだね、ビューコック・ル・グランジュ、この辺り艦隊新しく作っていきましょう。うおなかなか厳しいな。ファイベルでしょ。まあやっぱりビューコックの副艦といえばねファイベルですよね。あとマシュンゴも入れておきましょう。で編成なんですが、まあ、ビューコックはやっぱりね重厚な戦い方を期待したいので、ご覧のような形でいきましょうか。戦艦中心、さらにもう一個ね艦隊ルグランジュの艦隊も用意しておきましょう。ルグランジュは運営情報がカスにも程があるな。エベンスで運営を補完させましょうか。で情報将校誰かいる？情報将校でフィールズ、情報がカスだな。バリーモンドは悪くない。じゃあこれでいきましょう。でちょっとね数が厳しくなってきているので、駆逐艦も混ぜていきましょうか。これで
ビコクとルグランジュの艦隊がね復活を遂げたということになろうかと思います。ボロディン、ムーアこの辺りも帰ってきたので、新しくここもね艦隊を、まあ、再編というか、あ、しっかり増強というかしていきましょう。ボロディンも大将に昇進。ムーアが元帥か、何度かお話ししますけどね、ラップの上官だった召喚ですけどね。ではここでまず艦隊出撃忘れないうちにシャンタウの方にルフェーブルじゃないね、ビュコック、ルグランジュ両艦隊、あとはアップルトンとかも一応攻撃空母と工作艦はねどうしても補充が十分にできていない部分にはなりますが、両艦隊も戻ってきているので出しましょう。さらに艦隊の編成、第6艦隊にムーア元帥ですね。元帥ムーアが元帥か、怪我してるね、統率が下がってますね。まあ、ただここはもう今はね何よりも優先したいのが艦隊の数にはなるので、無理をしてでももう出撃させましょう。で、統率に関して言うとですね、実は艦隊作って、しばらくの間はですね、50になっていて、本拠地で待機しているとその統率がね、自分の持っている能力値のマックスまで上がっていくという仕様になっているんですけども、今回もうすぐに出撃をさせていっているという状況なので、まあ、あの統率がね、正直言って低いという中での出撃になります。そういう意味でもやっぱりその全滅しないことの重要性っていうのがねそこに一つあるのかなというふうに思います。ではここも巡洋艦を中心に固めていきましょうか。なんでそういう意味ではね、イゼルローンに艦隊を駐留させるというのも一つの、まあ、大きな手にはなるのかなとは思うんですけどね。シトレとグリーンヒルが戻ってくるか。シャンタウに敵艦隊が3個艦隊、しかもほぼ無傷。エルラッハはまあ置いておいていいにしても、メルカッツ、ケンプが強力だね。ヒルデさえもほっといていい。まあ、これだったらただ勝てない相手ではないね。で、艦隊軍事作戦質疑シャンタウさせていきましょう。リュフェーブル、ムーア、ウランフ、ウランフも攻撃空母工作艦の数がねちょっと足りてないかなというのはあります。さあ、ではシトレ元帥自ら出撃になります。まずはエスリング、帝国が今支配しているエスリング防御力212なのでもうすぐに終わりますね。そしたら続いてエスリングの次ですね。ホントンノイに艦隊を出していきましょう。占領ホントンノイです。ちょっと動きがとろい第二艦隊グリーンヒルの艦隊か。ちょっと動きがとろすぎるな。お、帝国軍の艦隊だね。これはケンプの艦隊と思われる。戦闘隊形へ移行していきます。帝国軍の第6艦隊、
ケンプの艦隊じゃないかなと思うんですが、そうだね、やっぱりケンプの艦隊だ。ではここはケンプの艦隊と交戦していきます。そしたらですね、ちょっと今残念ながら敵の艦隊に包囲されつつあるという状況を鑑みてですね、一度全軍をこの整形から撤退させます。で、艦隊の方なんですけども、まずはですね、艦隊出撃の方からちょっと本当に無駄な作戦になってしまったんですけども、シャンターの方に出していたグリーンヒル、ちょっとグリーンヒルがね、カスにも程がある。そしてチュンもカスにも程がある、まあ、チュンはもともとね、三方向きのね、キャラクターで、そのようなまあ、能力値設定がされているというのはもちろんあるんですが、それにしてもちょっとひどいねという結果だったので、やっぱりここはボローでいいんでしょ。ヤンはまだ戻ってないよね。ヤンはまだ戻ってない。ヤンが戻り次第というところですかね。アッテンボロもまだ戻っていないので、ロボスも戻っていないというところから、以上の艦隊を出していきましょう。ビレンシュタインがちょっと危ないかな。シャンタウにラップが単体で突入してるね。シャンタウ星系なかなか激戦だな。そしたらですね、艦隊ここもラップが壊滅するの時間の問題なので、ラップを、いや、もう一旦粘ってもらおう。で、代わりにロボスが回復しているので、ロボスを出します。で、シュトレが再び戻ってきたという形ですね。まあ、ラップとシュトレだったらなんとかね、戦えるんじゃないかなという気もするので、ここはしっかり戦っていきましょう。しかも守備よく、ケンプの後ろを取れてる。ここはこの時点で大ダメージを与えておきたいね。よし、ここは総攻撃だ。ケンプが向こう向いてる間にね、壊滅させていきましょう。あわよくばケンプをここで葬り去っておきたい。もう帝国側で優秀な帝徳でね、今前線に出ているので言うと、最初にね、ご覧いただいた通りメルカツ、レンネン、そしてこのケンプだけなので、ここはね、確実に葬り去っておきたい。もうここも情けないのがね、そんなケンプに先制攻撃を許しているというところがちょっと情けないよね。ラップもまたちょっと微妙な動きしてくれてるな。
もうラップのねケツにへばりついていきましょう。おそらくまた造園が同じようにやってくると思うので、造園がやってくる前にねやっぱりどうしても決着をつけたいですよね。よし、ここはラップが先生だ。とはいえ攻撃結果が0とか5とか言われてもちょっと悲しいよな。こんなに後ろを取ってて5ってあるっていうね、壊滅させててもおかしくないいい状況だと思うんですけど、シトレもこの次一度激励使わないと艦隊の士気がもうズタボロですね。ではシトレに関しては一度工作で艦隊の激励を行います。でケンプを宇宙の木図と葬り去りたい。でここはラップの先生ですね。さあこれで、ケンプの艦隊は壊滅させましたので、ここからは占領していきます。おわ、新しい艦隊が現れている。これはメルカッツか。よかった、メルカッツがね現れるのがもうちょっと早かったら、ケンプの艦隊とね連携されてたと思うんですが、ここは一旦、メルカッツだけと戦えるので、まだマシかな。はい、そしたらもう本当にシトレさんもやってくれるねというぐらいしょぼい戦い方をしているので、一度シトレを戻します。でヤンがようやくハイネセに戻ったので、このヤンを出していきます。であとはラップだよね。ラップを一度戻し、いやラップにはもうちょっと粘ってもらうか。メルカッツとね殴り合ってくれればいいだけなので、アッテンボローがハイネセに戻って、シャンタウの方にはパーエッタが到着。これでおそらく戦局が逆転したんじゃないかな。なんとかシャンタウは取り返したいよね。軍事作戦でまずはシャンタウの方に出撃できる艦隊の数を15まで増やします。でその上で艦隊出撃でシャンタウの方にはアテンボロをね追加していきましょう。であとはそうだな、シャンタウの方に入っているパエッタ、パエッタはどうなっている？ビレンシャインにいるね。 OK だ。割と大規模な艦隊戦になってるね。シャンタウ敵の艦隊、うおおお、レンネンとメルカッツがいるのか。エルラッハはまあもう壊滅寸前だね。オフレッサーはほっといてもいいでしょう。メルカッツがもう壊滅寸前だね。でクラーゼン、ランズベルクもほっておいていいでしょう。なのでまあ味方有利で展開できるというふうに考えています。でケンプは死んだかな。ケンプは生きているか。死んでいる。でかい。ケンプをシャンタウで葬り去ったのはでかいね。
本当に大きいですね。では艦隊の編成をしていきましょう。まずハイネセンの方に今艦隊はいないので、艦隊が戻ってきたら、あ、戻ってきたね、ちょうど、ここにしっかりと艦隊をね集結させていきましょう。カールセンが中将、カールセンも攻撃力高い提督になりますからね。チュンが大将か。まあ確かに、まあチュンはね最後の参謀長になりますけど、それにしたってしょぼいよな。では軍事作戦です。トラーバッハに15艦隊を出します。で今ハイネセンに戻ってきた艦隊なんですが、グリーンヒルの爆量にフィッシャーを入れたりして、ちょっと艦隊のね、陣容内容を整えていきましょう。まずフィッシャー、これでね軌道がバカ高くなると思うので、そうだね、まあ、グリーンヒル自体がちょっとね、ダメージを受けちゃってるので微妙ですけども、まあ、ここが回復してくればというところになろうかと思います。では艦隊、進めていきましょう。トラーバッハの攻略戦ですね。艦隊出撃、トラーバッハの方に、まずグリーンヒル、これはねフィッシャーを入れましたからね今、さらにルフェーブル、ビコック以下提督クラスを出していきましょう。チュンも出す、まあ、チュン時間差で到着という形になるかな。そしたらね、ウランフも出しましょう。ボロディンも出す。ヤンはねまだ戻ってきている途中。いや、シャンタウ防衛、イゼルローンにいるね。出しましょう。でアッテンボローも出す。まあ、艦隊はやっぱり集中運用しないとその効果がねあまり発揮されないので、ここは艦隊を集中運用します。で肝心要のラップはハイネ戦で艦隊の消耗を、ね、回復させるという動きです。ようやくトラーバッハが取れましたね。トラーバッハが取れたので、ちょっと敵の艦隊の様子見ましょう。連年艦夫、これが今バルハラにいるね。メルカッツもバルハラにいるけど、まだ艦隊はね、再編されていないというところだな。クルーゼンシュテルン、ちょっとあんまり知らない、提督ですが、少々ですね。 OK だ。では、今回はね、一旦ここまでにさせていただいてですね、次回いよいよ、バルハラ・オーディンを目指していきたいというふうに思います。はい。ご視聴ありがとうございました。この動画が面白いと思った方は、チャンネルの登録をお願いいたします。動画の視聴画面の下の方からチャンネル登録することができますので、ぜひよろしくお願いいたします。また、動画の解説欄に Twitter のリンクも貼ってありますので、ぜひツイッターのフォローもよろしくお願いいたします。